区域。もう一区域、区域。美味しいよ。今日も取ってきたの。ってなの。いつ食べたの？昔は、うん、薬がないときは、これの木持ってきて、乾燥させて、これ信じて飲んだ。漢方薬だ。薬だったの。薬も。漢方薬。甘い？酸っぱい。遊んでる途中とかに食べたりしたこれ。山に遊びに行って。お、竹毛取りに行ったら、これがなっていたら食べよう。今、竹毛も何も取らんから山に行く。この京都のおじいよ。おじい亡くなった。寂しいね。93歳で亡くなった。だからさ、おばいくつなった？おば、おばら。だってわは、あばこまに愛してる、わははのずっと。わははの、若いのがいいってことね。これね、柔らかいから。台湾はね、製糖工場があったの、近くに。そして製糖工場がやられるからってことで、お製糖工場にあるお砂糖をね、全部みんなね、配ってくれたの、タダで。そしたらね、皆さんに送って、もううちなんか、七輪、あの、なんかあの、火鉢の中もみんなお砂糖。それから、アルツボみんなお砂糖。そしたらね、小学校その時1年でしょ。だから面白がって、隣のいとこの子とね、それでおままごとするの。だからおままごとも、もうどうせ持って帰れないってことでね、おひな様のお膳とかね、あれみんな使わせてくれたの。それにみんなね、お吸い物からご飯もお砂糖、みんなお砂糖。それで二人で遊んで食べてたら、いけるんちゃってね、二人とも。お砂糖食べすぎね。そう、食べすぎね。うちの近くはね、ちょうどね、かつお節を作るとこがあったの。それでね、船があるとね、私なんかあんまり覚えきれんかったけどね、もう船はどこの、かつお節工場のだってわかるわけよ。もうあそこだったらみんなそこに走って行ってね、で、放流旗があるでしょ、大量旗。大量旗だったらね、もうそこの人たちも忙しいから、かつお頭切るでしょ、ボンボン頭捨てるの、後ろに。それを私たちみんな拾うの。もう、それも仕事だったね。それめっちゃごちそうじゃないですか。おいしいよ。だから最高のごちそう。ね、もうみんなそこそこパッと走っていくの。頭はね、煮付けにしてね。だけどね、頭ってね、カツオのこのコクがあるでしょ、うん、あれ一番おいしいの。それで目がおいしいし、それからこう目のね、この辺にまたあるのね。あれもおいしいの。初恋は高校生の頃だった？私ね、そんな状況だから、もうそんなお付き合いなんて全然しなかった。でもちょっと素敵だなっていう人いたよ、たくさんいたよ。だけどそこ声もかけきれない。どんな人が？すごくね、小説とかなんか書いてる人がいたの、文系の人。いいなと思ったけどね。お父さんと結婚するってなったのはどんな感じだったんですか？ね、同じ職場だったの、銀行でね。そこにね、東大生がいたの、東大卒がいたのって、お父さんが場所だでしょ。でね、その二人の中で、どっちがね、私と結婚なので、付き合うかってことでね、かけてたんだって。それ知らなかったの、私。それをもう10年前に聞いて、もう頭かかって。私の理想はね、大学教授の奥さんになることだったの。そしたら若い人たちと育てられるじゃない？若い人たちがね、出入りしてね、その子たちをね、もうね、いい、ね、出世させるようなね、そんなのが憧れだったの。そうだったのにさ、もうお父さんと結婚しちゃって銀行そのままでしょ。そして全く違う生活になったでしょ。そしたらね、この相手の長男にさ、留学先生になってたの。夢が、そうそう、夢が熱いと思って。スッチャのみの、いちご？いちご。自然のいちごよ。そのいちごとか。そういうのがあるときに、もう嬉しくてた。もう最高のごちそうでしたね。今みたいなの高級じゃないの。ほんのこんなは。栄養不良でしょうね、あれ。盗んで食べたのは、ピーナッツ。これはね、よその方が植えてあるもん。だけどね、それをね、盗んで食べるわけ。どうやって？どうやってって、ピーナッツっていっぱい入ってるんですよ。夜？
昼、夜は怖くて歩けない。ガバの、この小さいのね。バンシール？ムンギーってそう、バンシール。ムンギーっていうの、タラマ島の言葉ね。それをね、美味しい、食べた。ただ、産んではないよ。産んだらみんなが食べますからね。そっと隠したりとか。だから盗んで食べたの、そのピーナッツ。その運動会とかでも、私はすごい早かったのね、走り方も。小さいけど。で、さとちゃんは、障害があるもんですから走れなかったのね、生まれながらの障害が。だけど、すごい今でも声もすごい高くて応援団長なの。だから、かまどー、かまどーって言ってね、今でもなんかあるともうかまどー、かまどーして。かまどさん足早かったんだ。早かった。自慢じゃないけど。今も？今も早かった。うん。なんで早かったのかな？いろいろ雑草食べたからじゃない。ぬら。つぬら。つぬら状の愛。美味しいんだね。美味しいんだね。美味しい。ね、雑草は宝だったんですよ、当時はね。朝の仕事があるわけね、自分の担当の。これをやったら、で、稼ぎに行くわけ。自転車で、パイン工場に。名護缶詰工場というのがあったの。宮里という部落にね、名護の、海のそばに。そこにね、自転車でパイン工場に働いて。初めて現金収入も嬉しくてね。結婚して、そこのおじさんおばさんがくれた水屋だけが、うちの女村時代の新婚生活の中では水屋だけ一つあって、でも水屋に入れる道具ないなの。そうめん箱、テーブルにして食べた時代だから。女村にこの軍にいる時にね、参考退勤もで昼寝をせんといかんけど、本人ね、いかんけど、こっちの曲がり先に男の大幕敷きの子がいたのよ、二人。もう大幕、本当に。もう大幕でもあるけど、年齢的にも大幕で、その新婚生活の見るちって穴子からこんなする子もいたんだから。親戚の子がね、障害者がいたのね、男の子が。車椅子まま来てからね、また新婚生活見るつって。面白いのね、子供の行動って。ああ、もう夫が生きていたらね、楽しいのにね、喋って。体弱かったからもう、約30年ぐらい前に亡くなった。でも愛し合ってたでしょ？それは愛し合っていたでしょうね。ただね、度胸もないわけ。だから、バスの中で女村から那覇に行くときも、私は前の方後ろ、旦那は後ろの方に。恥ずかしがり屋でもある。何、隣に座らないの？座らない。ラブラブの話が聞きたい。だから、ラブラブする余裕ないったら、体力もないし。なんとか3名は生まれましたよ。ね、犬ちゃんが笑ってる。だって、覗き見もされてたのにね。母も同居なのに、ラブラブないよ。豚もね、うちのおじはね、豚も殺していたの。この、優しいけど、意地もあるというパーカメおじがね、ワークルス、ものもやりよったわけ。歌木があるんですけど、ここのこの神様祀ってあるところまでね、逃げました。このおじが豚殺すとね、この泣くでしょ？殺されるときに。これが怖くてよ。この右岸所まで、歌木の中まで逃げていた。怖くて。こんな思い出もある。その後は食べたでしょ？だけど炊いたら食べる。美味しい。あれは、足が速いのは、その海のおかげ。カルシウム食べていたから今も骨粗鬆症もないし、結構ね、転ばなかったら動きもいいもんね。100メートルも速いし、ダンスも上手だよ、本当は。トラマメラ緑
ていた。晴れた日にはエビが浅瀬を跳ねる。小さな魚の群れが銀色に光りながら泳ぐ。海に降りれば季節ごとの収穫があった。遠くまで船を出す漁師は大きな魚、バローやパッパを持ち帰った。春にはレイサルの桃色の花が村中に咲き、夏の初めに鈴なりのサツカの実が熟して真っ赤になると、甘い実を食べる子どもたちが手も口も赤くしたまんま辺りを駆け回った。一度大きな戦争があった時、よその国の黒い船と黒い飛行機で海も空も埋め尽くされた。それから火が燃えてたくさんの血が流れて、空も土も水も赤くなった。大雨のように爆弾が降り、火は地面を這い回り、村の半分の人が死んだ。村の人たちは爆弾で死に、燃やされて死に、煙で死に、切られて死に、穴が開いて死に、歩けなくて死に、お腹が空いて死に、喉が渇いて死に、息ができなくて死に、病気で死んだ。海に飛び込んだり、水もなくなった川に折り重なったりして死んだ。生き残った人たちは北へ逃げたり南に逃げたり、洞窟の奥でじっと息を潜めたりして、そうして生き残った者ばかりが生き残った。大きな戦争が終わり、雨が降り、太陽が照り、風が吹いて、また雨が降って、太陽が照った。焼かれて何もなくなった地面から草が生えてきた。ギジギジは尖った葉を広げ、スサギはつるを伸ばして何にでも巻きついた。花も咲いた。小さな黄色の花はラシモアだ。戦争が終わるとすぐ、村の真ん中に太い杭が何百本も打たれて、鉛色の金網が高く長く張り巡らされた。それはフェンスと呼ばれて、そこから中に入ることはできないと言われた。フェンスの中には死んだ人がそのままになっていたし、燃えてなくなった家も畑も井戸もあった。村で一番大きな墓はフェンスの中で燃えずに残っていた。それは一抱えもある大きな岩を何十個も丸く積み上げたものだった。何でもベタベタにしてしまう湿気の中で、草はどんどん生えて伸びて、つまりどこが何だったのかもだんだんにわからなくなっていった。
緑色の平べったい怪獣が手を伸ばしては土を捕まえ、大きくなっていく。地面を這う草や花は、フェンスの向こうにも種を飛ばした。その年、普段はソフトボールくらいの実をつける砂漠は人の頭ほどに大きくなった。地面にゴロゴロある薄オレンジ色の砂漠の実は本当に人の頭に見えたし、草やつるの具合によっては髪の毛が生えているように見えた。月明かりの下で砂漠を見た人が悲鳴を上げた。生首がこっちを見て笑ったのだという。小指くらいの大きさのサツカの実も人の拳ほどに大きくなって、かじると流れる赤い汁は血のようで、大人は食べるのを嫌がった。村に一本だけ燃えずに残ったレイサルには幹が見えなくなるほどびっしりと桃色の花が咲き、それは散ることを忘れたままだった。あちこちに逃げていた村の人たちもやがて村に戻り、畑をしたり生活のものを作ったり行商をしたりして暮らしを始めた。フェンスに区切られた空を時々不安な気持ちで見るけれども、普通の毎日の暮らしというのはそういうことを忘れさせてしまう。ただ困ったのは、死んだ人に祈りを捧げたりご先祖に報告をしたりする場所がなくなったことだった。それはフェンスの向こうにあるからだ。祀られることなく緑の草の下に埋まったままの人もたくさんあった。その草の上には灰色の石がどさっとまかれ、熱せられ火が燃え損ねる嫌な匂いがした。それからぎゅうぎゅう押さえつけられて真っ平らなアスファルトになった。家族も親戚も家ごとみんな死んでしまった人たちは誰からも思い出されないまま、ただそこにいた。そして早い暑い夏が来た時に、人々は手紙を書くことにした。それは誰がということもなく自然に始まって、会えない家族への気持ちや今の暮らしのこと、新しく増えた家族や飼い始めたヤギのことやなんかが綴られた。子供たちも覚えたばかりの字で書いた。はじめまして、こんにちはと書く子供もいた。会ったことのない家族や覚えていない家族に向かって手紙を書く。それがお母さんのこともあったし、お父さんのこともあった。あなたはどんな人でしょうと書く。きっといい人なのだと思います。元気ですか？足は速いですか？僕はヤギが好きです。ヤギは好きですか？書いた手紙をフェンスの向こうに届けることができないので人々は困った。しばらく考えてフェンスのそばに石で小さなかまどを作り、そこに手紙を入れて火をつけた。夕暮れ、風が西に伸びる時間を選んだ。フェンスをぐるりと囲んで
手紙を燃やす。いくつもの火が夕日と混じってちらちらと動き、灰色の煙が立ち上り、静かにフェンスの向こうに流れていった。フェンスの中の人たちは最初は黙認したけれども、すぐにその煙を嫌った。かまどは蹴散らかされ、灰は踏みつけられた。次の日には黄色の板に赤い字で「ノーファイヤー、火をつけるな」と書かれた看板がフェンス沿いにいくつも吊るされた。風が吹くと順番よくパタ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 と音を立てた。しかし、だからといって手紙を書くことをやめられるわけではなかった。弔うこともできないでいる家族に捧げる言葉はいくらもあるのだし、暮らしの節目節目にはご先祖に報告したいこともあった。お母さん、お父さんと言えずに困っている子供には、大人は手紙を書くことを勧めた。だから手紙ばかりが増えていった。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 手紙ばかりが、手紙ばかりが、手紙ばかりが増えていった。手紙ばかりが増えていった。日の夕方、子供が紙飛行機を飛ばしていた。よその国の重たい飛行機がゴーと音を立てて低い空を飛んでいく。その影の下を紙飛行機が飛ぶ。紙飛行機は飛んで落ち、子供は走っていってそれを拾い、また飛ばす。飛ぶ、落ちる、かける、笑う、拾う、また飛ばす。紙飛行機はきれいな放物線を描いて飛ぶこともあれば、強く飛んでポトリと落ちることもあった。紙飛行機は飛べば必ず落ちる。飛ぶ、落ちる、飛ぶ、落ちる、飛ぶ、落ちる、飛ぶ、落ちる。そうだ、紙飛行機だ。紙飛行機なら火を燃やさずに手紙を届けることができる。村の人たちは紙飛行機を飛ばす。スイースイーと飛ばす。三角の翼が風に乗る角度をいろいろに試した。それはすぐに競争になり、やがて家族の代表を決めることになった。それぞれの家で大会が行われ、父親が威厳を見せた家もあったし、何回も何回も大人たちが負けて、結局家族の代表が5歳の三男になった家もあった。腰の曲がったおばあさんが意外な好記録を見せた家もあったし、酔っ払いのおじいさんはいつでも体のあちこちが小さく震えていて、手などは大きく動いたりもするのに、紙飛行機を持たせるとピタッ止まるので、面白がって見物の人が集まり、見物客は庭からあふれ、娘は得意の焼き菓子を振る舞い、甘酒を売る屋台が出て、子供たちは辺りで爆竹を鳴らした。そうしたことはまるで村中で小さな祭りが開かれているようだった。笑い声や歓声があちらからもこちらからも聞こえてきた。紙飛行機は飛ぶ。高く、低く、まっすぐに、こう描いて。
夏の初めに日を決めて、家族の代表者たちは紙飛行機を飛ばした。フェンスを越えて、まれにはくぐって、紙飛行機は飛ぶ。丁寧に折られたその紙は手紙だ。まだ字が書けない子供は、自分が大好きなものの絵を描いた。底が抜けたような青い空に白い紙飛行機が飛ぶ姿は見事だった。代表者の飛ばす紙飛行機は美しく遠く飛ぶ。青い空に雲を付け足しているようだった。紙飛行機が飛行機雲になって飛ぶ。フェンスの中の人たちは、最初は遊びかと思って紙飛行機に指笛を鳴らす若い兵隊がいたりしたけれども、やがて紙飛行機がどんどん増えていくので気味が悪くなった。村の人たちが手を合わせてブツブツ言っているのも不気味だった。紙飛行機は大きな墓のすぐ近くに吹きだまり、雨に打たれ、風に吹かれ、土と混じり合う。やがて紙飛行機禁止の看板が設置された。ノーファイヤー、火をつけるなの看板の横に、ノーペーパープレイン、紙飛行機ダメの看板が吊るされた。どうしてと聞いたら、危険だからと言われた。その頃、世の中にはラジカセというものが現れていた。ラジオとは違う音楽やニュースをただ聞くのではなく録音をすることができた。初めて自分の声を録音して聞いた人は、思っていた声と違っていてラジカセを疑った。でもそれが自分の声だった。やがて村の人たちは手紙をカセットテープに録音することを思いついた。家族でラジカセを囲み、録音の赤いボタンと再生の緑色のボタンを一緒に押した。カタカタと回るテープを見ながら手紙を読んだり歌を歌ったりする。大人が急に共通語で話し出すので吹き出したり、酔っ払いのじいさんは突然、もうみんな忘れている村に伝わる古い歌を歌った。それはそれは見事な1時間だったけれども、その後じいさんはふらーっと家を出て、そのまま10日間帰ってこなかった。その間にじいさんがどんな幻を見て星を数えようとしていたのかというのは、それはまた別の話なのだが、とにかくそうした声や音や歌が録音された。そして夜明け前にカセットテープをフェンスの向こうに投げ込んだ。つまりこっそりやることにしたのだ。毎年毎年投げ込んだ。そのカセットテープには家族の歌や声や笑い声が入っている。話しながら泣いてしまう人もいたので、泣き声も時に入っている。その頃にはフェンスの中の大きな墓の周りは使われなくなって時間が経っていたので、夜明け前にカセットテープを投げ込んでも誰も何も言わなかった。カセットテープは折り重なった。いくつあるかもわからなくなった。ちぎれた
黒い細いテープが飛び出して風にひらひらしたりもした。それから何十年かが過ぎて、村の人たちは村の中に祈りの場所を作り、もうフェンスの向こうに何かを投げ込むことはしなくなっていた。百幾年が過ぎた後、村はなくなっていた。フェンスも錆びてあちこちが曲がり、穴が開いて、何か大きな生き物か彫刻のようになっていた。植物がまとわりついて茂り、ヤシモアの小さな花も咲いている。人が歩いてきた。ひらひら揺れるテープに気がついて足を止め、錆びたフェンスを乗り越えて、そのひらひら揺れるあたりを白い指で探した。少し土を掘るとカセットテープが出てきた。いくつも出てきた。それが何なのかわからないままリュックサックに入れて帰った。調べるとそれはカセットテープというものだった。ラジカセを手に入れて丁寧に土を払ったカセットテープを入れてみた。再生の緑色のボタンを押した。カタカタと音を立ててテープは回り始めた。過去の記憶とはどのようなものなのか耳を澄ませた。百幾年の年月を雨風と共に過ごしたカセットテープから流れてきたのは、という音だった。テープが回る音なのか、何か録音されたものがそのような音になってしまったのかわからない。ただ、という音ばかりが聞こえた。それは人の呼吸のような音だった。息のような音がずっと続いた。
昔にカサカサのトゲトゲのゴツゴツの岩でできた広場がありました。その東の方にはひときわ高く山になったトゲトゲの岩がありました。その広場のようなところにカサカサのトゲトゲのゴツゴツの場所に大きな人間ほどに大きなトカゲが暮らしていました。土の色をしたトカゲたちの中に一匹だけ金色の鱗のトカゲがいました。名前をゾウイと言いました。みんなの体の半分もないくらい小さかったゾウイはみんなから冷たくされていました。お前の食べるものはないよ。お前の寝るところはないよ。お前の姿はおかしいよ。お前みたいなの見たことないよ。近寄らないで、近寄らないで。変な色、変な形。ゾウイはいつも一人ぼっちでした。鏡だのない山の中でゾウイはみんなと自分の姿がどんなふうに違うのかもわかりません。近寄らないで、近寄らないで。小さいやつ、何にもできない小さいやつ。変な色、変な形。からかうのに飽きるとみんなは大きな声で勇ましい歌を歌い始め、その声はゴツゴツの岩の間を抜けてさまざまに響きを変えながら遠くまで届くのでした。小さなゾウイの高い細い声では一緒に歌おうとしてもかき消されてしまいます。ゾウイはいつしか山ばかりを見上げるようになりました。ゴツゴツのトゲトゲの山です。自分のいる場所はここではなくて山の向こうではないだろうか。山の向こうは何かこことは違う世界があるのではないだろうか。ある日、トカゲたちの歌がいつもより大きく岩の間を縫って響いていたある日、ゾウイは山を登ろうと決意をしました。ゴツゴツでトゲトゲの岩です。ゾウイの柔らかい足は登っているうちに小さな傷でいっぱいになりました。一歩一歩登ります。体もあちこち引っかいてしまいます。その度に小さな金の鱗がパラパラと落ちました。硬いし痛いし、一人のゾウイは知らないうちに涙を流しました。玉のような目から小さな小さなボールが転がり出るようにポロリポロリと泣きました。それでもゾウイは登りました。小さな鱗が風に散り、涙がコロコロこぼれました。ゾウイの体からもう水分がなくなってしまったとき、空からポトリと水が落ちてきました。ゾウイのちょうど頭の上に落ちました。ポトリポトリ、またポトリ。ゾウイは小さな舌でその水を捕らえて飲んで、そして少し元気になりました。それはトゲトゲのカサカサの岩の山に初めて降った雨でした。ゾウイは
登り続けます。雨が降ってトゲトゲの岩は少し柔らかくなったように感じます。小さいゾウイは岩にしがみつくようにしながら登り続けます。どのくらい時間が経ったのかすっかりわからなくなった頃に、ゾウイは山のてっぺんにたどり着きました。はるか下の方に広場が見えました。トカゲたちがいるはずですが、岩の色と混じってしまってわかりません。そこはただ一面の岩でした。でもずっと雨が降っていた後の岩は飴色に見えます。目の前には大きなトカゲがいました。金色のトカゲです。でもよく見るとトカゲとは姿形が違います。鱗は大きく、体は長く、口のあたりの形も違います。それは金色のドラゴンでした。そのドラゴンは言いました。よく来たね、ここまで来たね。その声は懐かしい響きでした。ゾウイはドラゴンを見上げました。こんなに大きいのにちっとも怖くはありません。誰？と聞きました。ドラゴンは静かに微笑みました。ゾウイの目の前にはさっきの雨でできた水たまりがありました。ちょうど山のてっぺんに急ごしらえの小さい湖のような水たまりです。ゾウイは水たまりを覗き込むと、そこに映っていたのは目の前のドラゴンと同じ形の小さな生き物でした。頭を動かしたり尻尾を振ったりして、その姿が自分のものだと思いました。その先には大きなドラゴンの顔が一緒に映っていました。ゾウイは小さな黄金のドラゴンでした。ゾウイはドラゴンを見上げて、また小さい涙をこぼしました。ドラゴンも涙をこぼしました。次から次へ、次から次へ、ドラゴンの涙は小さくはありません。それは止めどなく流れて雨になりました。ゾウイの小さい涙も小さい雨になりました。2匹はずっと泣いて、目の前の水たまりは岩場からあふれて山をめぐり小さな川になりました。やがて2頭は寄り添うようにして岩を蹴り空に登っていきました。その姿を地上から見ると、ちょうど2本の雷が走ったように見えました。下から上へ。空を破って2匹のドラゴンは天に昇り、太陽が照り、再び雨が降りました。
山のてっぺんの水たまりからは絶え間なく水が流れ落ち、川は大きな流れになり、その周りに小さな苔が生えました。苔の先に小さな芽が出始め、葉になって伸びました。花が咲き、それはいろいろな小さな種を作って風に飛ばしました。ゴツゴツの岩の山はみるみる緑や花のいろんな色でいっぱいになっていきます。小さな木が幹を伸ばし、葉を宿し、花を咲かせ実をつける。花にはいつか蝶が来て鳥が木の実をつつく。木の実を食べた鳥はまた種を遠くに運ぶ。そしてカサカサのゴツゴツのトゲトゲの岩山は広場も湿気にまとわれ、緑蒸す場所になりました。緑はとどまることなくどこまでも伸びていきます。上にも横にも。Thank you.
1000万年前にカサカサの山のてっぺんにドラゴンたちが暮らしていました。みんないっぺんに空に登ろうとしたときに、一頭の赤ちゃんドラゴンがお母さんのドラゴンの手から離れて、あっという間に山から落ちていきました。まるで小さなボールみたいになって、コロンコロンと山を転がり落ちました。お母さんドラゴンは落ちていく小さいドラゴンを見ていることしかできませんでした。ドラゴンは山から降りることはできないのです。やがてドラゴンたちは天高く登っていきましたが、お母さんドラゴンは山のてっぺんに残りました。小さいドラゴンが山を登ってきてくれることを祈ることしかできません。待つことしかできません。山のてっぺんでお母さんドラゴンはきれいな声でいつも子守歌を歌いました。それが山の底に届く頃には細い風の音になりました。お母さんドラゴンは聞こえない子守歌を歌いながら、ずっとずっと山のてっぺんで待ちました。そういう1000万年前のお話です。